今日は、こういうテーマで、ね、お話しさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。電気紙芝居とも呼んだりもしますが、パワーポイントを使ってやりたいと思います。今国会があってますけども、失われた30年というのを、質問でも、使う議員が、何人もいますが、どういうことかというと、見ていただくと、1991年から見ると、それを1とすると実質賃金ですね、賃金がどういうふうに2022年まで増えてきたのかという見ると、一番こう角度が高いのがアメリカですね。1991年、30年前を1とすると、アメリカは 1.48 倍。次がイギリス 1.46 倍。フランス 1.33 倍。ドイツ 1.30 倍。というふうに、3割以上、3割、4割、実質賃金が増えています。ところが日本は 1.03 倍。ほとんど変わっていない。こういう状況にあります。で、これはまさしく日本は賃金が上がらない国だと言えると思います。で、一方でこれを見ていただきたいんですけども、国保税 1.5 倍、その30年前と比べて 1.5 倍になっています。介護保険料は2倍。介護保険ができた時には、平均で月額2500円でしたが、今は月額で平均で5500円。私なんか6000だったの。6000くらい。ね。月々ですからね。保険料がですよ。でまた使うときには1割払わないといけないでしょ。利用料がいっぱい。本当に介護保険料は2倍になっている。2倍以上ですね。そうです。で、なのに、収入になる、当たる年金は 7.3% 減。はい。マイナスになってるわけですよね。うん、ただ引かれますの。ねえ、こんだけ国保税、介護保険料、年金が天引きされてる。1万5千円以上あれば天引きされますが、こんなに高くなっているのに年金は減っている。奨学金の借金が7倍ってありますが、学費が高いです。高い学費を、なかなか、年間で、国立でも、50万、60万。私立だともう、3桁いったりしますね。で、それを大変学費が大変のために奨学金を借りて大学に通う、そういう学生たちが増えています。でもこの奨学金は返さないといけない、奨学金が大部分です。無利子のものもありますが、多くは誰でも借りれるのは有利子です。卒業する時点で、大学終わった社会に出ようっていう時にもう300万、400万、500万の借金を背負っていく、こういうふうな状況になっています。借金の、奨学金の借金は7倍になっている。まあ、こういうふうに、日本は重税と貧しい社会保障、教育、これが今の日本の状況です。もう一つ、国民の食料、私たちが食べるものについて見ていきたいと思います。これは食料自給率です。1965年はこの緑の濃いところが自給率、国内で賄っている。73% あったものが年々減ってきて、2022年は 38%。これはカロリーベースなんですけどね。3割しか国産のものは食べていないということになります。ところが、細かくこれを見ていくと、例えば、卵は 100% 国産のものを食べているはずなのに 13% しか支給できていない。なぜかというと、鶏の餌は 100% 輸入品なんですね。ですから、卵は国産のものでも、卵を産むための鶏を育てるための餌は 100%海外から輸入して、なので 13% しかあります。肉類もそうですね。いくら国産牛と言われるものであっても、飼料は輸入し、飼料を使ってますから、肉類も 8%、大豆が 7%、米はなんとか 98% ですね。自給しています。
野菜は、生鮮野菜とかいうのは、冷凍して、例えばほうれん草とかね、コーンとか、冷凍もの以外は、ほとんど国産のものですね。ところが、野菜ができてくる、いくための種、種が輸入なんですね。なので、79% というふうになっています。なので、こういうふうに、国民の食料も自給できない。一旦何かことがあると、私たちは日干しになってしまう。で、まあ、こういう状況に日本があります。じゃあ、こういうふうに、日本の国、この政治が、なぜ歪んでいるのか。税の負担は増えて、社会保障は本当に貧しい状態。賃金が30年間上がらない。国民が食べるものも海外に頼らざるを得ない状況。この歪みの大元は何かっていうことについて、私たちはアメリカ言いなりの政治が原因にあるというふうに考えています。もう一つが財界の儲け最優先の国。こんな政治、こんな国でいいのかということを私たちは問うています。国民が主人公の日本へと政治を元から変える。アメリカ言いなりの政治、財界の儲け最優先の政治。これを国民が主人公の日本へと元から変えていきたい。これが日本共産党です。じゃあ少し具体的にアメリカ言いなりってどういうことなのか。財界の儲け最優先ってどういうことなのかっていうのを見ていきたいと思います。アメリカ言いなりの政治とは何なのか。先ほど言った農産物の輸入自由化というのがあります。1991年に牛肉とオレンジの輸入枠が撤廃されました。国内の農家、農業、食料を守っていくために、輸入枠というのを決めている。それを1991年に自由化したんですね。輸入枠を撤廃しました。1995年には米の輸入義務化。政府は義務化と言ってますが、義務ではなくて、例えば韓国とかは求められてもミニマムアクセス米について全量は輸入していません。日本は言われただけミニマムアクセス米、年間77万トンも輸入しています。2006年には TPP が発行して、牛肉は、関税が 38.5% あったのが、16年目に 9% に削減するという約束。豚肉は、高価格帯というのは10年で撤廃。低価格帯も 90% 削減する。こういう約束をしました。パスタ、チーズとかも撤廃をする。こういう約束を、してきています。で、アメリカ言いなりのもう一つ、たくさんあるんですけど、もう一つが郵政民営化。これを見ていきたいと思います。郵政民営化とアメリカ何の関係あるのっていうのは悪いかもしれませんが、小泉首相時代に、官から民へということで、公の制度が民間に渡されていきました。特に郵便局は、簡易保険と郵便貯金を持っていました。もうすごい、郵便局は、各地にありますね。銀行がない町でも郵便局がない町はないです。なので、そういう地域で皆さんに利用されて、会員保険、で、郵便貯金っていうのがありました。これを保険会社、銀行は、この郵便局に集まっているお金を銀行や、あとこの保険では、一般の保険会社が欲しい額ですね。で、2004年11月に日米財界人会議、日本とアメリカの財界人の会議があって、その共同声明で日本では郵便貯金も簡易保険も本来は廃止すべきである、民間に明け渡せというのを共同声明を出して、それに応える形で2005年に郵政民営化法というのが決められて、民間に、渡すということになったわけですね。で、その結果、簡易保険の分ですね、保険会社、外資系の保険会社がこれだけ今あります。日本で
にある保険会社42社ぐらいあるんですけど、そのうちの十数社が海外の保険会社です。アフラックとかありますね。ジブラルタ生命、アメリカですね。あと、メットライフ生命、アクサ生命、あのコマーシャル盛んにやってますよね。チューリヒ生命とか。こういう海外の保険会社が入ってきて、国民の保険料を取る。もちろん給付もあるわけですけども、こういうふうに海外の保険会社が参入してくる。そういう国に、されています。まあこれはほんの一例です。農産物輸入自由化、優先民営化、アメリカ言いなりの一つの例として紹介しました。で、もう一つアメリカ言いなりの大きな問題は、アメリカと一緒に戦争する国へ変えられるということです。で、これは岸田首相とバイデン大統領ですね。バイデン大統領は、私が岸田を説得し、軍事費を増やした。日本は長期にわたり軍事費を増やしてこなかったが、私は日本の指導者に、広島 G7 サミットを含めて3回会い、彼を説得した。彼もそうすべきだと確信し、日本は急激に軍事費を増やした。こういうふうに述べているんです。アメリカの要求に付き従って、岸田首相が軍事費を増やしてきた。どれだけ増えてきたかっていうのはまた後でご紹介したいと思います。これはタイムというアメリカの、雑誌ですが、この表紙にですね、岸田総理大臣は何十年も続く平和主義を放棄し、自国を真の軍事大国にしたいと望んでいる。で、これがアメリカの雑誌、2023年5月22日29日号に電子版が載りました。日本の政府は慌てて、これを書き換えてほしいというふうにタイム誌に要請し、若干、電子版、の方は変わったんですが、実際に紙で販売されている分についてはこのままなっています。で、その、バイデン大統領とアメリカに要求された、その結果どうなってきたか、防衛費のグラフです。これまで5兆円 GDP 比国民総生産の 1% ということで、5兆円程度の軍事費だったものが、それが一気に23年 6.8 兆円、そしてこれから5年間で43兆円にも軍事費を増やしていく。GDP 比、この11ですね、11兆円を超える。これは12兆円に近づいてきますが、GDP 比 2% を目指す。こういうふうに軍事費を増やそうとする。その結果、どうなっていくのか。2020年の世界の軍事費上位10カ国。1番が米国7780億ドル。2位が中国2520億ドル。桁が1つ減ってインド、ロシア、英国、サウジアラビア、ドイツ、フランス。日本は9位、491億ドル。この2020年、この5兆円の時ですね。なんですが、これを5年間で43兆円にするとどうなるかというと、これがここに来るんですね。世界第3位の軍事大国になってしまいます。今言われているのは、これだけ軍事費用を増やす理由として、台湾有事は日本有事だというふうなことを言っています。これはどういうことなのか。台湾有事は日本有事であり、日米同盟の有事でもある。台湾で開かれたシンポジウムで誰が言ったか。これは、安倍当時の首相が言いました。台湾有事っていうのは何なのかというのを見ていきたいと思います。台湾有事というのは、台湾が独立を目指す動きをした場合、これを阻止しようと、中国が台湾へ武力侵攻して台湾を統一しようとする事態を言う。台湾は中国の一部であったのが、第二次世界大戦、日本が台湾を支配し、その中で分けられる形になりました。で、独自の歴史をたどってきたわけですけれども、もともとは中国だ。どういうことだ。でも、今の台湾は、統治が別になっていますが、中国がこれを力でもって台湾を統一しようとする。これを
台湾有事というふうに呼ぶわけです。だから、台湾有事というのは、何も日本とは関係ない。中国と台湾の関係ですね。それを言うんですが、じゃあ、台湾有事は日本有事になるのかっていうのを考えると、台湾有事が必然的、自然的に日本有事となることはありません。台湾有事が日本有事となるのは、台湾に対して、米国が台湾を軍事支援して中国との戦争になり、日本が日米安保条約と安保法制の下で、米国と共同して中国と戦うことを想定する防衛戦略によるためにこういう言い方をするわけです。だから中国と台湾の関係、ここにアメリカが手を出し、口を出してくる。ということになったときに、安保条約と安保法制があるので、そのアメリカが手を出すときに、一緒に日本も手を出すという、そういう仕組みが今作られている。なので、台湾有事は日本有事というふうに言われているんですね。ですから、台湾有事だったからといって、決して日本まで本来は影響することはない。アメリカが手を出すことによって、日本も一緒に手を出す。そういう仕組みが作られているということです。で、こういう情勢の中で、今大変心配しているのは、鹿児島が出撃基地に、戦場になってしまうのではないかということです。これは西の表の種子島の大きい11キロのところにある馬毛島です。で、無人の、かつては人が住んでいて学校もあった、島ですが、今は無人となっています。で、これは米軍の無人機です。鹿屋の基地に配備されて中国を偵察するという役割を担っています。無人機で不気味ですよね。操縦席がありません。8月にはですね、この無人機が金谷の自衛隊基地の滑走路をオーバーラン、止まりきらずに滑走路をはみ出して草地まで行って煙が上がって消防車が駆けつけて放水する、そういう事故も起きました。でも原因究明がなされないままに10月にまた飛び始めています。一応日本の政府の防衛省の説明では1年間という約束なので11月の22日かな、そこで終わりとは言っています。その後はどういう展開になるかっていうのはまだ不明です。で、攻撃機にも、これは偵察機と言ってますが、アフガンの戦争ではこれが攻撃機に使われた。そういう代物でもあります。じゃあ、これが、どういうことになるのかというと、これが、日本、中国の地図ですね。この日本から、ごめんなさい。台湾にかけて、ここを中国は第一列島線というふうに呼んでいます。で、ここから中国のは、進出しようとしている。これを、これから出さないように、米軍というのは牽制をしようとしている。で、それで、今話した馬毛島ですね。ここに、米軍の基地を作って、米軍の訓練基地ですね。訓練所を作ろうとしています。自衛隊基地となっていて、は言われていて、ありとあらゆる自衛隊の訓練をここに持ち込む計画です。で、奄美大島にはミサイル部隊が奄美市、瀬戸内町に配備されています。沖縄、本島、宮古島、石垣島、与那国島、ここにミサイル部隊がずらーっと配備されることになります。で、こういうふうに第一列島線と中国を呼んでいる。ここにずらーっとミサイルを配備して牽制をしようとしている。これがアメリカの指示のもとにあっているということです。で、中国とアメリカが覇権争いしている中で戦争しようという意思はなくても、例えば、艦船同士とか戦闘機同士とか、近くを取ったニアミス起こしそうになったってところにもあったわけですけど、もし偶発的な何らかの衝突が起きたときに紛争 や戦争になってしまう、そういう心配があるわけです。そして、ここにあるように鹿児島本土から
南西諸島にかけてこれだけミサイル部隊が配備されている中で、今、日本は敵基地攻撃能力といって、相手がもしかしたらミサイルを日本に撃とうとしているかもしれないというふうに判断した段階で、先にミサイルを撃って相手の敵基地を攻撃できる。これを昨年末に安保三文書を改定して閣議決定したんですね。今までは憲法9条の下では先制攻撃は許されない。相手の主なところを殲滅させる敵基地攻撃はできないとしてたのを、それができるというふうに変えてしまったんですね。なので、偶発的に起きた時に紛争や戦争になりかねない。結局、軍事対軍事の対応をすれば、ミサイルをもし撃てば、相手は、それがアメリカの意思であったとしても、アメリカ本土に撃つんではなくて、飛んできた鹿児島の島々へ攻撃をしてくることになるわけで、そうなると、軍事対軍事の対応で、日本、鹿児島が戦場になってしまう。そういう可能性が、で政府はしきりに中国とか、例えば北朝鮮からミサイルが飛んでくる。で、中国もそれに海洋進出をしようとしてくる。ということで、脅威を煽って、もし攻められたらどうするのか、というふうなことを投げかけて、軍事大国化、さっき言った世界で3番目の軍事大国となってしまう。そういう道を進もうとしていますが、日本共産党は、東アジアに平和を作る外交ビジョンというのを提案しています。これは ASEAN、過去の第二次世界大戦の時に植民地となっていた島々です。で、戦後も、大国による分断と、敵対が持ち込まれて、例えばベトナムではベトナム戦争が行われたりもしました。ここに ASEAN、1967年に東南アジア諸国連合というのが設立されて、そして76年には東南アジア友好協力条約、タックを締結をこの ASEAN が提唱して進めました。タックの基本原則というのは、すべての国の独立、主権、平等、領土保全及び主体性の相互尊重。すべての国が外部から干渉され、転覆され、または強制されることなく、国家として存在する権利。相互の国内問題への不干渉。意見の相違、または紛争の平和的手段による解決。武力による威嚇、または武力の行使の放棄。締結国間の効果的な協力。こういう基本原則を持ったタックというのが作られて、中国、韓国、北朝鮮、日本、ロシア、米国など約70カ国が、入っています。東アジアサミット。には、ASEAN の10カ国と、日本、米国、中国、韓国、ロシア、オーストラリア、ニュージーランド、インド、8カ国が入っています。で、そういうふうにして、この東アジアサミット、この ASEAN 首脳会議で、ASEAN インド太平洋構想というのが採択されて、対抗でなく対話と協力の地域を目指していこうというのが確認をされているんですね。ですから、中国とアメリカと覇権争い、また北朝鮮がミサイル飛ばしてくる、そういうことに対して軍事力でもって対抗しようとするのではなくて、こういうふうに今ある平和の機構、これを活用する、東アジアサミットというすでに作られている平和の枠組みを活用発展させて、東アジアを平和と協力の地域にしていくための憲法9条を生かした平和外交を進めていくべきだというふうなのが日本共産党の外交ビジョンです。こういうふうにして攻撃されたらどうするのかというための、それに軍事対軍事で対抗するのではなく平和の準備をやっていくということを、進めるべきだというふうに考えています。でもう一つの、日本の政治を歪める大企業の儲け最優先、これを見ていきたいと思います。また出てきましたね。
2013年、世界で一番企業が活躍しやすい国を作るっていうふうに、当時の安倍首相が言いました。その結果はどうなったか。2012年を1とした場合に、この黄色い棒グラフですね。これは内部留保です。大企業の儲け、大企業の利益から、社員の給料を払い、下請けの会社に下請けの賃金を払い、代金を払い、そして役員の報酬、次の生産のためのものを買ったりとか、全部して何も使わない、残ったお金。これが内部留保で貯め込まれているんですが、これが、安倍政権、この世界で一番企業活躍する国を作ると言ってから、どん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 増えて、当時は330兆円ぐらいですかね。それが今は500兆円を超えています。イメージできませんよね。日本の国家予算が年間100兆円です。約。なので、5年分の内部留保金を貯め込んでいます。このピンクの折れ線グラフ、これが配当金です。株を持っている人たちに配られる配当金。で、この青いグラフが現金、預金ですね。これも増えてますね。で、役員報酬、紫。役員報酬がこれ増えてます。で、一番下のオレンジ。なかなか増えない。ほんのちょっと増える。これがその大企業に働く人の賃金です。ですから、大企業、企業はこんなに儲けを溜め込んでいて、株を持っている人はこんなに大儲けをしている。なのに、その儲けを作るために働いている人の賃金は上がらない。これが今の日本の現状です。本当に、はい、国民を苦しめる消費税、これを見ていきたいと思います。消費税、これは上の水色の部分が消費税、私たちが年間払ってきた消費税、総額、これは2020年までですね、424兆円。で、この赤の部分、ゼロから下になりますね。これが法人産税。儲けを上げた企業が法人税払いますから。その法人税を分けてやった分が306兆円。なので、結局306兆円税金負けてやっているので、税収が減っている分、それを私たち庶民の、庶民という国民全体の消費税で穴埋めした形になっていますね。所得税、住民税もこれだけ減税になっています。で、その結果どうなっているか。国の税収を見ていきたいと思います。で、消費税が作られたのが1989年ですから、翌年の分ですね。で、この黄色が所得税です。グリーンが法人税。消費税はこれだけですね。1年目ですね。こういう国の税収がありました。ところが2018年どうなったかというと、所得税も減り、法人税もぐんと減る。大きく増えたのが消費税です。2022年度、昨年度はどうなったか。所得税が 22.5 兆円、法人税が 14.9 兆円、消費税はなんと 23.8 兆円で、国の税収の中で消費税が一番多くを占める。そういうふうになってしまいました。日本は消費税は全てのものにかかります。ここにあるもの全てにかかってますよね。水を買う場合は水にかかるし、米だってかかります。ティッシュだってかかります。赤ちゃんのミルクだってかかります。全てのものに生きるために買うものに全てかかります。日本共産党の田村孝明衆議院議員が、8月にヨーロッパに視察に行って、消費税について調べてきました。ヨーロッパでは食料品には消費税はかかりません。食べるもの。
と教育にも教育費にもかかります。そしてヨーロッパの人たちってのは旅行が兼務らしいですので、旅行の費用にも消費税はかからないなんですね。そういうふうにまあそこは消費税付加価値税とか言いますけども、日本は全てのものにかかっていて、それが税収のトップになってきた。でも財界はこの法人税減税負けてもらっている財界、内部料金を溜め込んでいる財界は、消費税はもっと引き上げるべきだというふうに言っています。そして法人税をもっと引き下げるべきだというふうに言ってるんですね。そういうふうに、財界の儲け優先の仕組みが作られています。財界金持ち優遇税制についても述べたいと思います。これは所得の階層ですね、70万円以下、年間所得200万円、400万ずっといって、こちらが2億円、20億円、100億円超。で、この赤で示しているのが所得税の負担率です。税金というのは収入が多い人ほどたくさん払う。これが、累進課税といって当たり前の仕組みなんですが、だんだん所得が大きくなるほど、やはり比率も高くなってますよね。ところが1億円過ぎると下がってくるんです。これはなぜかというと、この青いところ、株式譲渡所得割合、株の売り買いをして儲ける、株式譲渡所得というのは、株をやっている人の比率です。やはり所得が少ない人っていうのは株はやりませんよね。うちは農家で株は作ってますよ。うちの株すごく美味しいです。はい。で、やっぱり所得が増えるに従って、株の取引をしている人数が増えていく。株を取引する人のこの株式譲渡っていうのは、減税の仕組みが入っているので、この比率が高くなってくると、この、所得税の負担割合が実質的に減ってくるという仕組みになっています。1億円の壁というふうに言われています。こういうふうに、金持ちほど、税金を払う比率が少ないという優遇税制。こういうのが、今の日本の現状です。で、こういう現状の中で、日本共産党はどうやって、経済を立て直していくのか、経済再生プランというのを発表しました。一つ、政治の責任で賃上げと待遇改善を進めていく。人間を大切にする、働き方改革をやっていく。最低賃金1500円。大企業の内部留保課税で賃上げ促進する。非正規ワーカーの待遇改善法というのも提案しています。二つ目に、消費税減税、社会保障充実、教育費負担軽減、暮らしを支え格差を正す税、財政改革を進めようと。消費税を減税してインボイスを中止する。増える年金、頼れる年金。私今年65になって年金もらうようになったんですよ。国民年金なんです。議員してましたが、議員年金は私の時にはもうなくなりましたから。まあ、本当に、まあ、ずーっと40年かけたって、最高で6万4、5000しかありませんからね。これでどうやって介護保険料払えるのか。どうやって食べていけばいいんだという。本当に、年金ない方もいらっしゃいますからね。増える年金、頼れる年金を目指し、学費無償を目指し半減、給食費無償化、大軍拡ストップ、大企業の給与に、大分の儲けにふさわしい負担をしてもらおうという。で、三つ目に、気候危機打開、エネルギーと食料自給率を向上させていくという、こういう提案をしています。で、どれだけお金がかかるのか。いいことを言ったって、そんなお金あるのかってことになると思うんですね。どれだけお金がかかるかというのを示しています。消費税の 5% へ、まず 5% に減税していく。14兆円。賃上げをしていく。正規雇用に変えていく。1.9 兆円。社会保障を充実させていく。3.8 兆円。教育費の負担を軽くする。4.2 兆円。緊急に直ちにやるべき。最低賃金を引き上げるための中小企業の支援。奨学金返済の負担の半減。中小企業の過剰債務対策、
資料資材等の行動対策、これらが18兆円。じゃあこれだけかかるのは分かった。じゃあこれをどっから持ってくるかという財源も示して、大企業の法人税減税、大企業のですね法人税、まあずっと減税減税で、法人税はどんどん減ってきてるんですね。で、今 23% ぐらいになってますが、これをとりあえず 28% に戻す、大株主の優遇やめて最高税率を引き上げる、富裕税などの創設、軍拡予算、原発、政党助成金などのこの削減をやっていく、これで22兆円を賄っていく。あとこの18兆円分については、大企業の内部留保課税、これを次元で5年間防衛力強化資金の取り崩し、一時的な国債増発で18兆円賄っていく。でこういうふうに30年間停滞し続けてきて、賃金が上がらない、社会保障削減される、教育費が負担が重くなる、こういう日本を政治の力で、こういう政策でもって変えていこうと、経済を再生していこうというプランを作っています。あとで、先に私すると私のネタがなくなってしまうので、後で私しようと思っています。具体的に書いてあるこれ、ありますので、理由がありましたらお渡ししたいと思います。まあ、こういうふうにアメリカ言いなり、財界の儲け最優先、この政治を変えていこうというのが日本共産党です。じゃあ、日本共産党自体はどんな政党なのかというところで、いろんな疑問が出されるので、それについて少し答えていきたいと思います。暴力革命の党なのかと言われたりします。また上位2つの党、色を許さないと、日本共産党の名前を変えたらというふうに言われます。まあ、善意で言われたりするんですけどね。一つずつ答えていきたいと思います。まず日本共産党は暴力革命の党なのかというところでは、歴史を振り返ると、ソ連のスターリンによる武装闘争の押し付けっていうのがなされました。で、各世界の共産党がある国に対して、共産党に対してスターリンが武装闘争で変えていくべきだっていうのを押し付けてきたんですね。で、そのことによって日本共産党の中央が分裂をしました。そうだそうだっていう人、武装闘争はいかんっていう人、分裂したんですね。で、それを統一する過程の中で、1966年に、議会の多数を得ての革命、武装闘争ではなくて議会で共産党の議員を増やしていって、それを多数にして革命をしていくという方針を立てました。ですので武装闘争の否定というのが今の綱領の元になった61年綱領の出発点でした。日本の行政の仕組みに公安調査庁というのがあります。で、何をするかというと、破壊活動防止法に基づくいろんな団体の調査をする機関です。で、1952年以来71年間、日本共産党における武力闘争の証拠を集めるという、こういう活動を仕事として税金使ってやっています。当時の桑田哲三参議院議員が1983年に国会で質問を行いました。この1983年当時は、52年以来31年間だったんですね。31年間、この公安調査庁が調査してきたが、暴力革命の証拠は出てきたかというふうに国会で聞いたわけです。で、公安調査庁の公安委員長が答えました。一つもありません。で、なので、
税金でもって国の機関が調査して、71年間暴力革命の証拠はないというのが明らかなんですが、それでも今でも国会ではですね、日本共産党が伸びるのを抑えるために維新の、国会議員とかが暴力革命の党ではないか、この公安調査庁が調査する団体になっているというふうに言って、日本共産党が恐ろしい政党だというのを印象づけるような、こういうことを未だに行っている。上位形の党、閉鎖的な党なのかという疑問も持たれましたので、これについて、少しご紹介したいと思います。これは日本共産党が 3,4 年に1回やっている、党の大会です。3,4 年に1回党の方針、総括をし、活動総括をし、方針を立てていく大会ですね。これは、この時の最後に頑張ろうやってるようなところです。で、これは自民党、自由民主党が、大会をやってるところですね。これもなんか最後に頑張ろうみたいなのをやってますね。これを比較して見ていきたいと思います。日本共産党の大会の議案は、議案を発表します。次の大会は来年の1月に行われるのが決まっています。なので、今月の半ばに、大会の議案というのが発表されます。で、発表されたら支部総会。ここで言えば、日置氏の支部、党の支部で議論し、地区、ここは薩摩西部地区ですから、地区で議論し、県は鹿児島県、県の会議で議論して、そしてそういう議論が中央委員会に寄せられて、そして大会が開かれることになった。前回の大会は2020年1月14日から18日の5日間、議案の提案報告等の、これはこの全国から集まった代議員ですね、この人たちによって3日間討論が行われる、議論が行われる、そしてまとめと次の役員である選挙が、こういうふうになっています。で、この大会の時だけではなくて、いろんな形で意見をそれぞれの党員は出すことができるようになっていて、なので、前回も1800件の意見提案、240件の個人意見が出されて、そしてそれが、議案に入れられ、まとめられて、こういうような大会となっているというのが、日本共産党の大会です。一方で、これに2ヶ月半行くようですね。一方で、自民党の大会を見ていきたいと思います。これは2022年の3月13日に自民党の大会が開かれたそうです。この写真、その時の写真です。午前10時から12時まで。2時間だけ、大会がですね。で、中身は何だったというと、開会、国歌、党歌、斉唱、来賓挨拶、党務報告、運動方針報告、党則改正報告、優秀党員表彰、まあ、どういう人たちが優秀党員ですよね。総裁演説、特別企画の空手演武の表、参議院候補の紹介、必勝コール、これがその必勝コールの時の写真です。これが党大会で、2時間、この議論も何もないんですね。報告があっただけ。これが自民党の大会です。自民党とかの、まあ、保守の人たちは、共産党は上位形、中央で決めたことを、下に押し付けるだとか、閉鎖的だって言われたりするんですが、そうではなくて、日本共産党が党内の民主的な討論を尽くす、そういう党だっていうのは、この大会のあり方を見ても分かると思います。今、盛んに、春からですね、春先ぐらいから言われているのが、異論を許さない党ではないか、意見の違い、これを許さない党ではないかというふうに言って攻撃をされています。で、松竹氏という、前中央院に勤めてた人が異論を党に対して言った、そのことで除名をされたと言って、異論を許さない党という攻撃になっているんですが、
異論があった場合に党内でルールにのっとって自由に述べる権利があります。誰に対しても質問し回答を求める権利もあります。どうしても意見が合わなかった場合は異論を保留する権利もあります。それでも自分の意見と党の立場が異なってそれが嫌だというなら党を辞める権利もあるんです。それも自由なんです。そして党大会の時には特別な冊子まで作って少数の意見でも全体に分かるように民主的な討論を保障しているのが日本共産党なんです。ですから松竹さんという人が異論を述べて除名になったって言いますが、異論を述べたから除名になったのではなくて、この党内で異論を述べて議論することができるのにそれをやらなくって、いきなり本を出版し記者会見をやって攻撃をする、異論を述べるという、この党の規約に違反したから除名になったんですね。党の規約を見ていきたいと思います。その部分だけ紹介します。第3条の意見が違うことによって組織的な排除を行ってはならない。第5条6、党の会議で党のいかなる組織や個人に対しても批判することができる。また中央委員会に至るどの機関に対しても質問し意見を述べ回答を求めることができる。8、党の内部問題は党内で解決する。党員は離党できるという規約があります。あとですね、日本共産党の名前を変えたらもっと伸びるよとかいうあのご意見を寄せていただく方が結構たくさんおります。で、これに対して私たちは、日本の、共産党の規約、さっきも規約紹介しましたが、それを少し紹介して、答えたいと思います。党は創立以来の国民が主人公の信条に立ち、常に国民の切実な利益の実現と社会進歩の促進のために戦い、日本の社会の中で不屈の精神的な役割を果たすことを自らの責務として自覚している。そして終局の目標として、人間による人間の搾取もなく抑圧も戦争もない真に平等で自由な人間関係からなる共同社会の実現を目指す。この終局の目標としてますが、人間による人間の搾取もなく抑圧も戦争もない真に平等で自由な人間関係からなる共同社会の実現、この社会を私たちは社会主義共産主義社会というふうに考えています。その今日はもう時間がないので、今の過去の、封建制だとか奴隷制封建制で今ある資本主義というのが人間による搾取がありで抑圧があり戦争もある真に平等で自由な人間関係になっていない、そういう状況というのは今日はもうお話しする時間がないので、できないんですが、こういう社会、社会主義共産主義社会、この理想を私たちは持っているんです。その理想を名前にしています。1922年に創立された日本共産党は戦前から同じ党名で活動している日本で唯一の政党です。戦前の過酷な弾圧の下でも国民主権、反戦、平和の旗を掲げ続け、多くの先輩たちが命を落としました。戦後も一貫して民主主義と国民の苦難軽減のために戦い抜いてきました。日本共産党の名前を使い続けることはこうした先人の意志と努力を引き継ぐことでもあるのです。戦前天皇の時代に天皇ではなくて国民に主権はあるんだと、戦争反対と言って非国民呼ばわり赤呼ばわりされたのが日本共産党です。日本共産党ではなくても党員ではなくてもその近くで同じような主張した人も投獄されたりしました。で、激しい拷問を受け一夜のうちに亡くなった人もいます。多くの人が命を奪われてきました。そういうふうに戦争反対、主権は国民にあるというふうに日本共産党は唱えたんですが、他の政党は戦前すべての日本共産党以外の政党は大政翼賛会に入って戦争推進の立場を取りました。なので戦後同じ名前で出るわけにはいかなかった、名乗れなかった。でも日本共産党は
1922年から一貫して民主主義国民の苦難軽減、このために戦い抜いてきた。それで今年で101年を迎えました。そういう先人の意志と努力を引き継ぎ、理想とする社会主義共産主義社会、何の搾取もなく全ての人が自分らしく自由に生きられる社会、そういう社会を目指したいということで、日本共産党の名前を使い続けているわけです。最後に、皆さんの中で共産党にお入りでない方がいらしたら、ぜひ日本共産党に入っていただけたらというふうに思って呼びかけさせていただきたいと思います。多くの人々の幸福のために働くことにこそ自らの幸福がある、こうした思いで集っている人間集団が日本共産党です。一度きりしかない大切なあなたの人生をどうかこの党と共に歩んでいただきたい。あなたの入党を心から呼びかけます。